今日はバッククロスエクステンションっていうのを紹介します。このトレーニングは、背中とか、お尻に効くトレーニングになります。すごく簡単なので、女性の方にも、おすすめになります。では実際にやっていきます。まずはうつ伏せになります。で手を、伸ばして足も、しっかりと伸ばします。でこの状態から、体格の手と足も、上に上げます。右手の場合は、左足を上げます。こういう感じですね。で下ろして今度反対で、これを、左右交互にやっていきます。で顔は、あんまり上に上げるんじゃなくて、2メーター先を見る感じでいいです。では実際に、10回ぐらいやっていきます。こんな感じでありますね。これが、すごく簡単な人はですね、プランクの状態でやってもいいです。このように肘でエルボープランクを作ってから、右手と左足を上げますね。で反対もちょっとね、床が硬いんで、位置が痛い人は、マットとか、なんかクッション性のあるものを引いてやると、肘も痛くなくていいと思います。